Judau Ashta. Demas.不気味な場所だな。それに嫌な感じがする。怖いよ、ジュドウ。あのモビルスーツ、この奥に入っていったみたいね。あれを利用して地球圏を我がものにしようとする者たちも集まっているようだな。3体に分かれて突入しましょう。敵に逃げられたら元も子もないからね。 シロッコさん、どこ行くの？また勝手に出撃したりしたいでよね。勝手に？私が君の命令に従わなければならないのかね。そういうことじゃないけど、いいからさ、最後くらいみんなで一緒に出撃しようよね。たまには柔道の言うことを聞いてもいいんじゃない？ふん、まだ何か作戦があるというわけか。 もう一つ言いたいことは、みんな必ず生きて帰るぞ。だってさ、ふふ、当然のことだな。ジュドウアースタダブルゼータ、行きます。 あの程度の力に踊らされるとは。シャアもハマーンも所詮は俗人だ。みんな、ここが正念場だ。なんと生きて帰るんだ。ええ、これで最後にしてみせるわ。いちいち雑魚の相手なんてしてらんない。ピーチャー、親玉を潰すよ。よし、全身にあるのみだ。 なるべく魂を見せてやるぜ。なるべく意志が集まって、中にはみんなの力が優しい世界を守ろうとしてる。なるべくまだやろうってんなら相手になるよ。 くれるじゃないの。そんな、へへ、次はどいつだ。なんと、そんな無敵。まだ抵抗する。 生の感情を丸出しで戦うなど、君に品性を求めるのは絶望的だな。そんな勢いだ。任務遂行に問題は。なんと、なんと、なんと。 よし、いっちゃ上がり。なんと、悪いけどこっちの勝ちだね。 くらいならまだやれる。なるほど、こいつでとどめだ。任務了解。相目がキャノンを。
さすがです。この調子でいきましょう。まだやろうってんなら相手になるよ。シロッコさん、やる。なんで地球にこの星を落とそうとするんだ。あんただって人間だろうに。人類全体をニュータイプにするためには誰かが人類の業を背負わなければならない。君もニュータイプならばわかるはずだ。ニュータイプなんて知らないね。自分の頭だけで考えるな。あんたの存在そのものが鬱陶しいんだよ。冗談ではない。やらせはせんよ。なんと、へへ、次はドイツだ。お、そんな、マジ、そんな、なんと、よし、なんと、いっちゃ上がり。こうなったら一か八かだ。いって、アイムがキャノン砲。悪いけど、こっちの勝ちだね。なろう。生の感情を丸出しで戦うなど、君に品性を求めるのは絶望的だな。赤い彗星も地に落ちたものだな。マジにプレッシャーだな。あの奥からか。まだやろうってんなら相手になるよ。ジュド。元気だ。お茶たち、それが俺の取り柄だよ。ハマーンさん、次はドイツだ。任務遂行に障害発生。まずいな。ネズミが罠にかかったな。今楽にしてやる。まだ子供の間合いだな。だから大人って何の見境もないんだから。そんな好き勝手にはさせませんよ。お
方法は任せろ。楽にしろ。こんな、こんな。ぼやぼやしてるだけじゃないみたいだね。ここで沈めてやるぜ。もっと優しくしてよね。なんだと。あの、来たか。相手をしてやる。このやりましたね。これなら勝てますよ。あの、生の感情を丸出しで戦うの。君に品性を求めるのは絶望的だな。こいつ邪魔な。こっちだ。なんとちょっとジュダウ、いいんじゃない。負ける戦いだな。なんと、なんと、ブル、狙いぞ。こんな、そんぐらいでいい気にならなよ。それこそ東方不敗は八家の陣。一度はまれば抜けられぬ。覚悟しろ。あの、こいつ小賢しいわ。なんと、なんと、よし、いっちゃ上がり。上がったら一か八かだ。捨て上がった。いって、相手が手の方。悪いけどこっちの勝ちだね。なんで、わかレイドを好きにさせるか。いって、相手が手の方。まだやろうってんなら相手になるよ。さすがです。この調子でいきましょう。私はまだ自分を弱者だと認めていない。力はそれにふさわしいものが持つべきなんだ。ここが調子に乗るな。あの、また来るってのは執念深いにも程があるでしょうが。これは俺に任せろ。こいつ、そうこなくてもな。こっちは任せてください。ちょっとジュダウ、いいんじゃない。なんと、まだ、ウルツ。あ、分かってる。こいつ、そうこなくてもな。
術。よい気だ。その力は私のために役立ててくれると嬉しい。柔道ならこのくらい当然だよ。ヒーローって不思議だよな。結局ここまで付き合ってくれるんだから。お前ほどじゃない。人を引き寄せるお前の力は俺にはない不思議なものだ。大切にしろ。地球を救えるほどの力だ。なんだよ、味方何やってんの。私一人でも敵を倒してみせる。時は来た。器を満たさば全ては達せられん。阻むことは叶わぬ。座して我を迎えよ。なんて茶番は見飽きた。終わりにしたいものだな。そうね、もううんざりだよ。よし、行くぞ。みんなの力を合わせるんだ。悪魔に逆らうか、どうかな。生の感情を丸出しで戦うなど、君に品性を求めるのは絶望的だな。持たせるんだよ。さすが柔道、強い。俺は間違いなく身勝手な人の独善に対してみんなの意志を背負って戦ってる。人間の可能性をちっぽけな自己満足のために潰されてたまるか。みんなを連れて脱出しろ。柔道は？俺も後で行く。早く崩れるぞ。
ジュド、信じてるからね。ああ、任せなさいって。しつこいんだよ、倒れてくれ。ジュド、平気かしら。ん、来たな。何、何なの。ジュド、無事だったの。ああ、だけどダブルゼータのパワーが切れそうなんだ。引っ張り上げてくれないか。オーケー、わかったわ。あんたが手を貸してくれるなんてね。ん、何か言ったか、少年。いや、なんでもない。ダブルゼータはみんなのパワーを集めてくれるんだってね。